はい、皆さんこんにちは、佐賀キャッツでございます。6時20分ですね。10月は25日の金曜日でございます。これはですね、21日の中央日報に出ていた記事ですね。キム・ジョンウン委員長は隠したロシア派兵、韓国軍が拡声機で北朝鮮住民に知らせたという記事でございまして、ですね、ちょっと読みますと、北朝鮮当局がウクライナ戦争へ地上軍派兵を住民に伝えていない中、韓国軍の心理戦団がこれを拡声機放送で北朝鮮に知らせた。これはイスラエル・ハマス戦争をはじめとする現代戦の核心手段に浮上した認知戦また心理戦の一環と解釈される。そうなん、北朝鮮住民はもちろん軍事境界線一帯の北朝鮮将兵に心理的動揺を招く効果を狙うということだと。軍当局によると北朝鮮心理、対北朝鮮心理放送自由の声は、心理というのはこの心の理由みたいなサイコロジーですね、は21時午前のニュースの2件目にウクライナのゼレンスキー大統領が17日ウクライナロシア戦争に北朝鮮軍の存在が確認されているとし、北朝鮮軍の派兵説を公式化したという現地メディアの報道を伝えた。自由の声は今月初めにウクライナのドネツク戦線で北朝鮮軍6人が空爆で死亡し、ロシア軍が北朝鮮兵力で構成された3000人規模の特別大隊を編成中という内容をウクライナメディア発として伝えた。その他現地メディアは18人の集団脱衛兵までが発生したという具体的な内容を相次いで報道していると付け加えたと。まあこんな感じです。つまり南北のですね、軍事境界線のこちら側からですね、北朝鮮住民に対してですね、北朝鮮はですね、ウクライナにですね、軍を送ってるよということを伝えているわけなんですね。なんでそんなことを伝えるかというと、北朝鮮軍の動揺を誘うというふうに書いてあります。まあね、当然そのですね、軍隊にですね、息子や何か息子だな、お供にを送り出せる家族はいるわけですね。で、戦争をやっていないんだからそのうち生きて帰ってくるやろうと思って待ってるのにですね、ロシアで戦って弾に当たって死んだなんてことにもですね、なりかねないということですね。だからその残り家族に対して動揺を誘うと、あるいはですね、南北のですね、軍事境界線沿いに駐屯している北朝鮮軍の兵隊たちに、お前らもいつロシアに送られるか分からへんぞ、ウクライナで死ぬかもしれへんぞというですね、恐怖感を与えるということに意味があるんだというようなことが書いてあるわけですね。心理作戦ということで、僕ね、まあ確かにね、それはですね、ウクライナに送られるのは嫌でしょうけどもですね、まあそれは韓国から知らせなくてもそのうち北朝鮮国内で、噂が広まると思います。なんで知ることになるんですけども、逆に喜ぶ人も多いんちゃうかなと思うんですね。そのウクライナに行ったですね、北朝鮮軍の兵隊たちがどうなっているかっていうのも多分噂で来るわけですね。その中で一番はですね、腹いっぱい飯食うてんでということですね。いや、腹いっぱい飯食えるんやったら行くわ、そんなん玉取ってても行くわみたいな北朝鮮の人すごく多いと思いますよ。腹いっぱい飯が食えない日々を送ってる人にとって、ね、腹いっぱい飯食えるってやっぱり魅力でしょう。なんでですね、いやそれやったらもうええねん、玉なんか避けて帰ってきたらええんやろって、俺玉当たらへんしみたいなですね、そんなことを考える人がいるはずなんですね。で、あわよくはそれで国境の外に出たらですね、逃げたろという考える人もいるでしょう。その人たちにとってはチャンスでしょう。で、戦場のどさくさに紛れてですね、投降しようというやつも出てくるわけでしてですね、いや、これは やってみたら分かりませんよ。だからそういったね、事情もね、前から言うてる通り、北朝鮮軍から捕虜は絶対出てきますから、その捕虜を通してですね、事情が分かってくるんちゃうんかなという気がします。僕、おそらくね、自分で手を挙げて投降する兵隊もいるんちゃうかなと思うんですよね。
いやもういいや、こんな国こんな軍隊と思ってる兵隊もいてですね、特に家族がいないような兵隊であればですね、俺誰もおらへんもんっていう、あるいは家族なんかどうでもいいと思ってる兵隊もですね、いないことはないと思うんですね、いくら北朝鮮でも。なんでですね、このそういったですね、必ずしも心理的な動揺というよりもですね、そういったむしろ喜んでですね、国外に出てですね、腹いっぱい飯食ってですね、逃げるチャンスを伺うみたいなですね、そういうこうノリで来るんちゃうかなと私は思いますけどね。であとはですね、そのなんて言いますかね、北朝鮮軍が表に出てきたらですね、どの程度こう士気が高いか、つまりやる気があるかということにも興味があります。なんかむっちゃくちゃ強かったりするとですね、嫌やんみたいな感じですけど、でも一番強い部隊を送ってるんですよ、暴風軍団という一番強いとされる軍隊を送ってるんですね。まあその一番強いとされる軍隊がですね、どの程度の戦いぶりを見せるのかと、もうそんなもう金銭と 突撃してくるのかですね、案外弱いでということになるのかというのも興味ありますね。私は何て言いますかね、戦うよりもですね、逃げるやつがいっぱい出てくるんじゃないかなという気がします。例えばね、逃げてね、あの言葉分からんでしょ、ロシア国内、逃げてですね、韓国領事館とか韓国大使館に潜り込む方法がですね、ロシア国内でですね、こうなんていうか、ロシア国内にいる北朝鮮軍の兵士の中でですね、伝わっていけばですね、おっと俺も行くでみたいなですね、そういうことになる可能性がありますね。ただ前線からモスクワは遠いです。多分韓国とですね、ロシアってそんなにね緊密な仲ではないんで、おそらくですね、あれがですね、領事館はないと思うんですね。あってウラジオストクちゃうかなと思うんですね。でウラジオストクとウクライナは やたら遠いですからね。なんでですね、ウクライナの前線から逃げたらですね、やっぱり投降するのが一番早いですね、自分の安全を確保するのは。ウクライナ軍に投降して、でその亡命の手立てをしてもらうということが一番安全圏で、それがええねんでというようなことが北朝鮮軍内で噂になればですね、投降を続出するんじゃないかという気がします。はい、まあ、どっちにしろ前線に出てくるのが楽しみであって、投降というか投降どういう形にせよですね、捕虜が出てくるのが楽しみというふうに私は思ってますね。まあその戦争を大量にね楽しんだらいけませんけどもですね、その新しい情報が欲しいですね、その北朝鮮軍に関する。はい、ということでですね、キム・ジョンウン委員長が隠したロシア派兵、韓国軍が拡声器で北朝鮮住民に散らしたという中央日報のこのアドレスを一応貼っておきます。はい、皆さんどうもありがとうございました。